トング埼玉最高。すごいね。おっと、私ですか？はい、いいですか？これは難しいとこですよね。いいぞ関西って。よろしくします。大阪と滋賀の、でも琵琶湖の美しさ、今回は残念ながら千葉の海で撮影したんですがでも実景はとても美しいものが入ってますし、私自身も行きたいなと思いました。はい、大阪ですか。もう粉もん祭りですね。見てください、もう白い粉を撒き散らしながら私頑張っておりますので、粉もんの良さ、そして通天閣の偉大さを、はい、今回の映画では、痛感できると思うんですけど、それが素晴らしいところです。そうなんですよ。おっと、私ですか？はい、これは難しいとこですよね。これは難しいところですね。ちょっと言いづらいところですね。これ後でこっそりじゃ教えます。はい、私は虎年生まれで、私の生まれる前の年に優勝。そうなんだ。されたので、あのちょっとそっち側に引きしてしまうかなと思います。なるほど、頑張ってください。一言、はい、どうぞ。埼玉最高とか言いますか？え、埼玉最高、埼玉最高、行きますか、はい、せーの、とんで埼玉最高。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。お願いいたします。関西出身の、はい、率直に埼玉県の印象、開かれていた印象を教えてください。埼玉の印象ですか。正直言って僕らがちっちゃい時から、ちっちゃいというか、まあ芸能界入った時に東京来たんですけれども、その時からやっぱり埼玉のことはダ埼玉ってみんな言ってましたね。でもそれが今になっては、まあ、一つのなんかブランディングというか、埼玉というブランドがもう確立したんで、おめでとうございますって感じですね。はい、埼玉はね、実はね、私たちが飼っている猫ちゃんの出身地で、結構埼玉に通って猫ちゃん抱っこして帰ってきてるので、結構私イメージ大好きですよ。はい、そうです。はい、くしくも今回日本シリーズはですね、タイガース対バファローズ。あ、そうですか。やっぱり関西なんで。うわ、すごいじゃないですか。ね、かどっち決めるっていうか、もう私はいいぞ関西って。やっぱり万博も近いですしね。はい、この今回もこれね、東西対決の関西編ですし、今乗りに乗ってますね、関西。ね、嬉しいです。はい。ありがとうございます。すごい、すごいです。さすがです。ターン、はい。ありがとうございます。すごいね。カメラに一言、はい、はい、飛んで埼玉、琵琶湖より愛を込めて、これね、絶対民党ね、損やと思います。ぜひ見に行ってください。お願いします。ディスリーたくさんありますけれど、それぞれに本当に、ふるさとのことを思い出すんじゃないかなと思う、愛にあふれた、郷土愛にあふれた映画だと思います。ぜひ皆さんで見に来てください。お願いします。はい、見どころ、まあ関西の大阪、京都、神戸のいろいろそのなんかこうせめぎ合いとか、滋賀県民がどういうふうにディスられて、どれだけ滋賀をみんなが愛しているのかっていうところを注目していただけると、それ当然その埼玉のやっぱその浦和大宮の戦いとか、うん、細かいネタもいろいろこうリサーチして盛り込んでみましたので、そこも楽しんでいただければと思ってます。お気に入りの今回のお気に入りのキャラクター、お気に入りのキャラクターは大阪の粉物工場で踊ってるダンサーが気に、はい、ダンサーのキャラクターがすごい気に入ってます。
手下っていうか、まあ、工場で働いてる人です。はい、うん、ありがとうございました。はい。